さんは、太夫のすりはですね、稲作りの流れを表していると言われておりますが、まあ、どこが稲作りか分かりにくかったと思いますけども、ご覧いただいた苗取りと太夫はいかにも稲作りとが分かりやすかったと思います。それでは続きましてですね、